っちゃ眠い。チーク入れんなってた。これでいいかな。ちょん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 。やばいこれ。伸ばしたらさ、いい感じにいかん？なんかおもなかな人ってさ、チークなかったらさ、めっちゃおもなかく見えるんだよね。あなたの兄様、ゆりか様、本日もポチッとありがとうございます。いや、今日さ、めっちゃ雨だったの。私さ、雨さ、まず超苦手で、毎回体調不良になる。なんか本当に心が苦しいっていうか、体がだるいっていうか、絶対に頭が痛くなる。てな感じでね、今日は、お悩み相談。はい、ということで本日は皆様のお悩みに相談したいと、答えていきたいと思います。今日は動画3本、そして今 YouTube 投稿さ、配信朝昼晩もう頑張ってまして、ちょっとすごくおねむねむな私が皆様に、皆様の相談をお受けしたいと思うので、ちょっと辛口な言い方をしてしまったりするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では1つ目。なんかね、これ系の相談結構受けるんだよね、私。なんか、やっぱ専業主婦の方とかはさ、旦那さんがそういう感じでもさ、目をつむる方が多いと思うの。やっぱりお仕事をね、しながら育児をするってすごく大変だし、その日々を過ごすのであれば、ちょっとまあ目をつぶって、まあ旦那さんにお金をね、稼いでもらってっていう選択肢をする人が多いから、もう本当に自分がどうしたいかだと思うんですよね。まあしかもその証拠っていうのも超しっかり取らないといけないんですよ。まあ例えばじゃあお別れするとか、まあ、あのお金をそれでねいただくとするならば、もうなんだろう、分かるじゃないですか、してるって。正直女の勘というか行動とかでわかるんだけど、それを戦うには材料とか資料をもらわないといけないんですよ。取らないといけないので、心を殺して付き合うことができるのであれば、そして自分がそれでもいいと思うのであれば、もう諦めるしかないですよね。もう心を変えた方がいいです。ずっと嫌だなとかムカつくなっていう気持ちがあると、もうどんどん心が離れていきます。なので本当にもう我慢する、決めたならもう無駄無駄文句言わずに、もう忘れたりすることが私はねいいと思うんですよね。で、嫌ならもうほんとちょっとでもね、ムカついたり嫌だったり、その過去のことをね掘り掘り言ったりするのであれば、もう自分がしっかり証拠を取るまで行動して、次に移動した方がいいと思います。全ては自分次第だと思っております。まあだからこそ悩むんだろうね、子供のためにどうだろうかなって思うんですけど、自分が一番楽しい、嬉しいってハッピーな選択肢をするっていうのをおすすめしております。まあいろいろ世間体がこうとか、親の目がこうとか、子供のためにこうとかで、誰かの目線になるのではなくて、自分自身の目線、自分で考えて自分が嬉しい、自分が幸せ楽しいってじゃないと続きませんと私は思います。次は、これもね言われるんですよ、言っていただけるんですよね。メンタルが強いのかわからないですけど、全てを諦めてる気がします。なんか本当にあんまり怒ったりとかしないんですよね。それも諦めてるからと思うんですよ。例えばね、カラスは白って言われたら白っていう世界にいまして、いや黒じゃない、いや黒だと思いますっていう選択肢をもう捨ててるので、あ、はい白ですね、了解ですってなる、なんか性格というか解釈になってしまっているので、めちゃくちゃムカつくこととか、イライラすること、悲しいこと、あってももうなんか割り切れるんですよね。それが、まあ、良くも悪くもなんですけども、まあ、なのでメンタルが強いっていうよりかはもう諦めてるっていう感じですね。で、人の嫌なところを見てその人を直してあげるのは無理だと思うんですよ。人のことをね正すとか直すっていうのは難しいと思うので、自分が変わらなくちゃいけないと思うので、まあ、自分を変えるっていうふうに思ってしまう。はい、次。これがですね、なんと私宝塚の同期で、リリちゃんっていうね、純田スバルっていう、本当に昔ピューロランドに行ったことがあるんですけど、動画でも上げたと思うんですけど、その子が働いているエステにちょっと行ってきたので、よかったらぜひご覧ください。
本日向かったのは羽木の森アイクリニック。先生のカウンセリングを待ちます。ちょっとシミがちょっとできつつあるので。確かにそれが結構気になる。そうですか、はい、なのでまず角質をちょっとターンオーバーを早めてあげる、ラセモドっていうレーザーがあって、何をするかっていうと、レーザーして角質の下に空洞を作ってあげるんですよ。そこにビタミンとかお薬をデリバリーしていくっていうもので、もともと韓国のものなんですけれども、栄養分を送ってあげるだけでお肌の調子良くなるので、それをやってみてもいいかなというのが私の提案でございます。はい、ありがとうございます。カウンセリングを終えたら洗顔。よし、いいですよ。この寝方は出産以来だ。じゃんじゃんじゃん。今回施術していただいたのはスペクトラとラセムドというレーザーになります。レーザーを打つのが初めてだったので、もうめっちゃくちゃ緊張しました。痛みはピリピリっとする感じで我慢できる痛みでした。レーザーを打ち終わりました。チクチクチクって感じです。人にさ、シミが多いって言われるとさ、悲しいけどさ、先生とかにさ、私が言われるとちょっと嬉しいよね。今行っているのがラセムドという施術になります。ちょっと赤く、でポツポツ、レーザーが、ね、当たったところに細かく、最後に美容液を塗って肌に浸透させます。最後にパックをするんですけど、これがなんか何枚も何枚もあって、すっごくなんかリッチな気分を味わいました。あのさっきの赤みはほぼ鎮静されてなくなります。終わりました。どうでした？もうめっちゃ緊張した。最後にローション、ジェル、クリームを塗っていきます。でも結構ちょっとで伸びるね。あ、ちょっとで伸びる、そうそうそう、めっちゃちょっとでいいね。そう、あ、いい匂い。本当？でもこれ出ちゃった。はい、ということでね、この間ね、シミのケアに行ってきました。ほんと産後って、あれ私こんなシミあったっけってぐらい増えてるんですよ。なのでこうケアとか、もし皆さん気になってる方とか、駅私近いよって方とかいましたらね、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。はい、次。あー、これ系も多いよね。やっぱ結婚して子供いようがいないが、やっぱりね、義理の両親とのトラブルね、割と多いですよね。また泣いてる。ちょうど今からお風呂だったからね。今日はね、天気悪かったからね、ちょっと長めに寝たね。まずは本当に苦手だったら嫌なことを旦那さんに相談した方がいいと思います。お母さんのここが嫌だとか苦手だとか、で、まあ本当にね、言いづらいと思うんですけども、対応してもらえるところは対応してもらいましょう。嫌なことははっきり嫌って言った方がいいと思います。多分義理の両親の方も良かれと思ってやってくださってることも多いと思うので、例えばお菓子はあげてほしくないとかということがあったら、私は絶対にあげたくないです。もう自分の子供なんで、自分が嫌だったら嫌でいいんです。お母さんはあなたのなので、なので私はこういう風に育てたいので、これは嫌ですっていうのは伝えましょう。そこで揉めたら、もうさよならってした方がいいと思います。その自分の気持ちを一番優先的にしてください。そうした方がいいと私は思います。なんか皆さん優しいから、義理の両親の言うことを絶対聞かなくちゃいけないとか、本当はこれが、私はこの選択肢がしたいのにって言って揉めるよりは、まあ、アドバイスは聞くけど、自分がこういう選択肢をしたっていうことを報告して、自分が選びたい育児をしたらいいと思います。あとは子供によりますよね。それをやってみた結果、子供が選択肢がちょっと向いてなかったりする可能性もあると思うので、子供に試してみるというか、挑戦してみるといいんじゃないでしょうか。
はい、自分の気持ちを一番大切にしてください。そして自分がハッピーになれる選択肢をしてくださいというのが私からのアドバイスです。笑われた。はい、ということで皆様本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。またねー。またねー。